格の違いを見せてやるわ。このシローもお連れください。家康殿、こたびの教頭礼を申す。こちらこそ。今川を討たねば三河の平穏はありません。信玄殿の助力を得られたこと幸いに存じます。駿河攻めは三河の平穏のためだ。いえ、それだけではありません。駿河進出は織田信長の盟友として果たさねばならぬ使命で。ふん、家康殿には己の野心というものがないのか。まあよい、武運を祈る。は、信玄殿もご武運を。武田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。受けたまわった。優勢とはいえ何が起こるか分からない。味方本陣の状況には気を配っておかねば。する奴は叩き切るぞ。おお、何者だ。徳川にも生きのいい武者がおるではないか。このままでは今川が滅んでしまう。順調に進んでいるな。義元公を失った今川はやはりこの程度か。開門。やっているようだな。どれ、半蔵に恩でも売りつけてやるか。私がやろう。あれは三代、何をしにここへ。そこだ。さすがに武田勢は盛況だな。我らも負けてはいられないぞ。今川が相手でも迷ってはダメ。私は徳川と共に歩むと決めたんだから。今は自分の役目は果たさなきゃ。あと何人撃てばいい。耐えきれん、引かせてもらう。よかろう、このまま包囲を進めよう。亡き義元様のご恩に報いるは今。この命に代えても氏真様を守らん。それにあらせも略すること非能毒。徐々に包囲されているようだ。もうどうにもならぬのか。ここを抜けたけば拙者の首を取ってゆけ。歯応えのないことだ。今川の将を揺さぶってやるか。こういうのは手際よく行うんだ。略
するほど火の如く。落ち目の今川に忠義立てしたところで先は知れてるぜ。一生潰したり。よ、さすがだな大将。三代、何を死に参った。相変わらず愛想のねえやつだ。拷問のよしみで手を貸してやろうってのよ。負けてなるものか。侮るな。伸びゆく死刑に宙を尽くす。この乱世に珍しき武者。開門。急げ。今川をさらに攻め立てよう。一気に終わらせて楽にしてやれ。敵将潰したり。もはや今川にとどまることはできぬ。自らご活躍とは恐れ入りますな。私がやろう。武田にばかりやらせるかよ。徳川に俺がいる。よかろう。ってとこ見せてやるぜ。武田の名にかけ勝つ。武田の名にかけ勝つ。完全に囲まれたか。もう終わりだ。上杉謙信、駿河に正しきを示すため推参。意を知らぬ下道どもに鉄槌を下すべし。勝利条件変更。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。我が本陣を狙いおるか。この混乱に乗じ謙信殿と合流しようぞ。開門。開門。侵略すること火の如く。ブス、氏真が飛び出してきたようですね。早急に追い詰めましょうぞ。愚かな、格が違う。フルは何だか。上杉謙信、越後の軍神がなぜ駿河に。天の大義だ。よかろう。上杉勢を迎えて。氏真が私のもとへ向かっているか。ならば庇護せねばなるまい。そこだ。敵将打ち果たした。かなう相手ではなかったか。落ち着け明智よ。三河武士の粘り腰を信じろ。そうだな平八、これ式で屈するほどもろくはない。お見事にございますな。侮るな。フルは何だか。武田はあの上杉の攻勢にも動じていない。今は味方ながら恐ろしい相手だ。氏真様、もはや勝負は決しました。ここまでになさってくだされ。敵将潰したり。
受けたまわって意地は見せたわ。もうよかろう。なんとかしのげたようだ。耐えきれん。引かせてもらう。相手は信玄。さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。私がやろう。変身ならばまだ何か仕掛けて。小攻めを出して警戒させておけ。この間攻勢に出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。見つかったか。構わん。このまま攻め立てる。相手をせよ信玄。かろう。来い剣心。雨を救わぬままに私が倒れてはこの駿河に正しきを示せぬ。武田の武勇天下無双よ。父上、申し訳ありませぬ。今川の意向、私の代でついえることに。敵将、潰したり。私がやろう。この俺の後輩をつくつもりか。そこだ。敵将、打ち果たした。相手ではなかったか。胸が甘かったな、剣心よ。それに、なんと素晴らしき戦果よ。ここは引くほかあるまい。いずれまた相まみえん。横槍が入ったが片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。辛い戦いを強いてすまなかった。辛いですってバカにしないで。私はそんなにやわじゃないわ。そうか、すまない。
謝ってばっかり。私に同情しているの？だとしたら勘違いもいいとこだわ。私は徳川とあんたと共に歩むと自分で決めたの。決めた以上は足を引っ張りたくないし役に立ちたい。だからこれでよかったのよ。それよりあんたは考えることがあるでしょう。この先も道は険しいわよ。セナ、ありがとう。これからも未熟な私を支えてほしい。仕方ないわね。私がちゃんと見ててあげるから、徳川の当主として立派に戦ってみせなさいね。武田信玄ってのはおっかねえ野郎だったな。敵じゃなくてよかったぜ。だがいつ敵として対峙することになるかわからん。我らも武田に対抗できるだけの力を蓄えねば。そうだな。もっと強くならねば兄上の役にも立てないだろう。では俺はこの辺で引き上げますぜ。桃地殿、こたびは加勢いただき助かりました。半蔵、見送って差し上げろ。はお前と一緒に戦ったのはいつ以来だ。楽しかったぜ半蔵。三代、お前は伊賀忍団を抜けた俺を恨んでいるものと思っていたが。過ぎたことだ。もう気にしちゃいねえよ。何かありゃ声をかけてくれ。じゃあな。相変わらず腹の読めぬ男だ。